はいどうも、妖怪ウォッチプニプニ、今日もやっていきます。にゃんぼ、にゃんぼ来ましたね。 Z ランクスサノオが出現する特別なガシャ。スサノオはやっぱりごめんなさい、 Z ランクでしたね。豪傑の S ラン、え、あ、 Z ランク、タップでデカプニを作り周囲を消す。で期間が28日から1月6日 S 以上確定、年末年始ニャンボということで、よかったな。これ俺サブアカはニャンボ引いてないんだよね、あの通常のね無料コインのやつ。 SSS は山吹鬼と極吹雪姫、違う、クリスタル山吹鬼か。ちょっとねこれは次の動画でやります。で今回はね、まあ、次で出てくるやつをやりますね。 0.3% だね SSS ね。大昔このね太陽神が出てからプニプニが楽しくなったというね。はい、でごめんなさい、今回は、まあ、ニャンボすいません、次回の動画でやりますので、これね、イベント限定妖怪の出現率アップラストチャンスということで、これをね、サブアカで引いていきます。ん？あと必殺の G も出るのか。ということで 1.8% やっぱ 1.8% だよね。 2% じゃないかなと思ったんだよね。だから 0.9 ですね SSS は。でくくり姫が 1.2%、 タマも 1.7%、 猫股 4.5%、 だから猫股ガシャだね。カッパサラリーマンも 4.5% だから猫股、あと下町新君も 4% か。だから結構アイコンと猫股とサラリーマン出てくる可能性が高いね。ちょっとサブアカはね初めて今回ガシャを引くんで、このイベントのね。で必殺の G が 1.5% ということですかね。ちょっと SSS1% まあしょうがないよね。 SSS 足して2%いくって難しいもんね。はい、13日目ですね。ちょっとねスコアタの支援はねやばいよね。金土日であと3日しかないな。頑張っていきましょう。6億っぽいよねボーダーね。はい、そしたらねサブアカ1個で10連で、おニャンボ来てるね。でもう1個でね20連して30連合計したいと思います。じゃあいつものごとく運を落として、よいしょ。1月後半はシャドウサイドイベントのような気がするんだよな。ドクロバー、まあまあ運がいいな、 C ランクだから。じゃあまあいいや、行きましょう。9000しかないんでここは10連にします。さあでもどうでしょうね、サブアカちゃん。金3個金2個か。はい、じゃあ開けていきましょう。ニャンボいいタイミングできたな。またいつものね大森山行ったりいろいろするやつだよね、友達に送ったり。さあどんどん行きましょう。あ、猫股ね、猫股が一番出るだろうな。バケルトン今んとこ A ランクだね。また A ランク、よいしょ。 B ランク、お金パコ、あーサラリーマン、まあそうだよね、これが確率高いもんな。隠しステージやっときゃよかったな、サブアカだからね。あと下町新君だけど、まあまあ金カップなんで、いきますよ上からブン。あー九段、体育団。さあ下行きます。うえい、四天童子、こっちの四天童子でした。じゃあサブアカ1個目は爆死ですね。じゃあもう20連別アカでいきます。これドリームルーレットのコインもねいっぱいあったんで、キラコマとブルジョア G の
ドリームコイン G2。 あー、これ当たりづらいよな。おお、地獄ミミズク、これ攻撃力アップだっけな、忘れちゃった。じゃあ続いて G4 ね。ホコリとジェントルだから、ジマンハッタンとジェントルマン、ジェントルメン剣か、出ていいよ。ういうい、うい、草薙でした。はい、そしたら3番目のアカウントも来ました。いつもの通り、あ、こっちもドリームルーレットあるな。いつもの通り運をここで一回落としてからやりたいと思います。いやでもニャンボやんないで残しておいてよかったな。年末年始来るかなってちょっと思ってたんだけどね。ニャンボっていくらすんだろう。600円か一回ね。11連で6000円。あー、なんかでも Y ポイント買うよりはいいような気もするけどな。 Y ポイントで10連って3800円か。なるほどね。はいはい、じゃあこっちのアカウントは20連しましょうかね。はい、じゃあ行きましょう。ポン、よいしょ。オッケー、とりあえず金は確定。青カプセルあるぜ。ここで下町新くんとか出てほしいな。カッパ、おお、カッパだ。まあ、カッパいるとミッションゲットできるからね。これカッパプリチーなんだよな。なんか妖怪三国志だとカッパうすら影なんだよな。はい、まあまあまあ、じゃあ赤カップ、ここで下町新くんと猫股が多分出るかな。お、金、コアラニャン、コアラニャン来た。プク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 プってやってたよね。 SS のコアラニャン、さあ行きましょう。お、これ猫股かな、金色。猫股だった。また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 。お守りしてるね、猫股。さあ、赤カップ開けていきましょう。江戸っ子パンダ無双してるの？お、なんだろう。ああ、こんがらギャルか。そうだよね、これサブが、サブ赤だからね。持ってないの結構あるからね。ニョロロン A ランクゲット。じゃあ右下ね。はい、じゃあ金カップ右上からいきます。よいしょ、ポン、 OK。 なんか来い、なんか来いって。なんだりよ、なんで確率低い SS バック来るんだろう。こっちの方は 0.3% ぐらいじゃないのかな。いや、こっち待ってないよ。レジェンドゲット。 SS2 体来るから、まあまあいいガシャだったな。さあ最後、え、止まったよ。アマテラスがいいな。おお、降ってきた。やったー、これはいいな、これはいいな。これでこのアカウントで魔王支援ゲットできるぞ。いやー、やりましたね。かなりこれ10連でこれすごいガシャだな、これな。もうこれでいいんじゃないのって思っちゃうけど、まあまあまあ、もう10連いきましょうか。すごいよね、このSSS と SS2 体出て、これだけやってたら神引きだけどな。 0.9%。
0.5% か。結構 SS 確率高いね。 0.5% なんだ。 SS 以上は、あーでも 5.8% か。だからあんまいいガシャじゃないんだよな。 SS 以上が 5.8% ってあんまいいガシャじゃないのにな。はい、じゃあモジュール連いきましょう。さあこれがラストですね、今回のイベントのガシャ。あとニャンボ1回やって終わりかな。うん、なんか運がいい時っていいんだよね。よいしょ。うん、はい、じゃあ上からポン。だからね、サブアカはこのラストチャンスをねいつも回してますかね。そうするとまあなんかね、大逆転でねイベントミッションクリアできるんですよね。まあニャンボがあるんで、ニャンボのミッションクリアしながらサブアカもね通常も、うん、このイベントマップやろうかなと思います。さあ金3個、ドゥン。おお、でもまた SS 出た。これはいいな。こっちのアカウント最高。じゃあ下行きます。うん、止まった、止まったよ。あ、トラナキ清流か。まあまあまあね、映画の清流シャドウが良かったけど、アニメでもね今日出るんだよね清流シャドウはね。次回予告を見るとね、シャドウサイド。さあじゃあラストいきましょう。いい、よいしょ、ポン、止まった。いいよ、ゾラナキククリ姫タマモか。まあ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 、弾がいっぱい降ってくるからタマモということでね、いいんじゃないですか。うん、まああの10連でやめるのがベストだったね。うん、でも今回このガシャは、うん、まあメイン、まあ、サバカ 2種類引きましたけど、うん、あの SS3 体、 SSS1体出ましたね。最初の10連はちょっとダメでしたけどね。うん、やっぱラストチャンスいいね。確率は数字上は低いけどいいんじゃないですかね。うん、はい、じゃあね、ミッションがね増えたよね。このね、いつものね大森山とか友達に人玉を送るとかね、この辺やっていってね、またねちょっと次回の動画にゃんぼにしたいと思います。ドリームルーレットも回しちゃおうかな。てっ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 てあれいいよね。こっちはジェントルメン犬だけですね。島ハッタンとポン、おっしゃ、やべ外れだ。あ、超大当たり。おお、ザ・シャークじゃなくてエル・シャクレロ。まあこれねヒットポイント高いんだよね。はい、じゃあ今回はイベント限定妖怪の出現率アップ、ラストチャンス、あと必殺の G 秘伝書が登場するガシャ引いていきました。無事ねちょっとアマテラスゲットできたんで、まあ、このアカウントも魔王支援ゲットしていきたいと思いますね。うん、はい、じゃあそれではね、今回はここまでにします。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。これ好きなんだよね。それではね、次回ちょっとねすぐ今日中にニャンボの方をあげたいと思いますんで、またねニャンボのガシャでお会いしましょう。さよなら。スサノを当ててみたいね。